犬もらったよ。いまだに生きてる。あ、いや、かわいいけど、パグもらった。パグもさ、あのバレンタインのお返しに10円のチロルチョコあげた人にパグもらった。いや、すごい、あの、巡り巡ってますね。いきなり価値が全然違う。なんで来たの？なんでこんなの？え、まあ、東大町で。なんでパグなの？パクシーに言うてるから。全部理由だよね。生き物はちょっときついですね、もらうのも。きついよね。きついっていうか、そのなんですかね。犬嫌いだったら嫌だし。どうにもなんないから、うちでまだ生きてるの17歳、15歳、16歳。高齢ですね。高齢だよ。一回脳梗塞で倒れてさ、アナリストしようと思ったけどさ、アリクシのサプリあげたらさ、首を曲がってるけどさ、元気なアリックスは犬まで元気になる犬とかね、子供がダメなもんをさ、大人が飲んでる。結構意外にいろんなところで大人、あの子供はダメとか、はい、あの犬はダメとか言ってるけど、はい、アリックスのサプリって結構全部大きいからね、先生薬剤師さん的にも結構いいもんなんだ。すごいですね。薬飲んでないですか？薬飲んでない。薬飲まない。でも、若い頃の薬はいらないよね。本当に血圧が上がっちゃったりとか。使いの次のありますか？イベントのね。ディジットシャンプー。若い人は。若い頃。まあ、ディジットさっきのレッドブル飲んでるんだって。たまに。コカボムで。あ、コカボムがこれ。コカボムで飲みますか？コカレロと、レッドブルでよ。あれはさっき言ったさ、カノアタルと東京のトップリー。あ、はい。あれも新宿で買って店出すよね。あ、飲食店バーをね、出して あれも飲むの大好きで。なんで飲むんですか？バーない。だから、この間行った店の隣の隣よ。ああ、あそこで店出してて、はい、そう深いコカド飲みやすいんですよ。失敗っちゃうんですか？こうやって飲む酔っちゃうんですよ、結構。なんか酔い方が、お酒によってなんか酔い方違うじゃないですか、うん、なんかこう、微妙な感覚ですけど。ちょっとおさださん紹介するよ。はい、おさださん。多分さ、そこの社長も知ってるよ。おさださんのおさださん、うん、おさだこうじ、うん、源氏名はおさだこうじ。もうだから、あ、そうですか。14店舗の歌舞伎でダンスとかすごい。トップダンブルブルダンス、トップダンディーのナンバーワンなんかでもう個人だよ。もう個人だよ。もう個人で、この間 iPhone で買ったりとか。ちょっと iPhone ね、記事されましたよね。あ、もう買ったところだ。いや、ミルダーは日本一だと思います、ね、ホストの会社、グループです。ちゃんと紹介するよ。そこと組んでやってもいいし、はい、あの全部私のグループだから、はい、そこのグループのおさださんのグループやってもらってもいいし。おさださん、ぜひ、うん、紹介する。まあ、どっかでうちの旦那を話して歌舞伎町で店やってるらしいから。いや、探偵じゃないです。長田さん知ってる。はい、ちょっと身元を判明してみる。ありがとう。そうね、なんか適当に。ありがとう。これね、どうするんだろう。恋があるからここでいいんだろう。